どうもこんにちは、黒ネタです。ゼルダの伝説夢を見る島、続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回は夢の祠にてこちらのオカリナをゲットし、その後南の神殿にて、はい、ボスを倒してこちらのフェイスの鍵をゲットいたしました。で、そこでね、壁画も発見したんですけども、どうやらこの世界すべて風の魚が見ている夢みたいですね。うん。だとするとマリンちゃんとか他のキャラクターもすべて幻ということになるんでしょうか。だとしたらね、なんでわざわざあの壁画を残すのか、そしてあの袋は一体何者なのか、で、なんでリンクはこの島に、というよりはこの空間に流れ着いてしまったのか、いろいろと気になるところはありますが、まあ、楽器を全部揃えればわかることかな。うん。果たして俺がやってることは正しいことなのか、いろいろと考えちゃいましたが、まあ、おいおいわかることでしょう。で、今回ですね、そのフェイスの鍵を使うところからスタートとなってます。多分これでね、ダンジョンが開くと思うんですよ。あ、刺さったね。おおおおおおおてとてとてととてん。そんな風に出てくるとはな。じゃあ、まあ早速なんですが、今回はダンジョン攻略をしていきたいと思います。いや、今回こそね、サクッと攻略したいところですね。顔の神殿、なるほど。地図は、あ、これまた広いね。まあ、隅々見てきましょうか。あれ、あ、つ、あ、魔法、あ、いった、え、なんだこいつ、いった、いった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 いた、ん、本体がいるのかな。あ、違う、なんだこれ、え、いや、多分倒し方が違う。あ、ガードはできんのか。え、こいつなんだ？いきなりわかんねえぞ。フックショットとかでひるませられるか。あ、あれ？ひるむけど関係ない。持つ？待って、何？持つって出たな。なんだこいつ、なんだこいつ、なんだ、いきなりわかんねえぞ。なんだこいつ、なんだこいつ、あ、いた、え、ちょっと無視する。わあ、懐かしいな、お前。ちょ、待ってよ、いきなりわかんないことだらけですが、あ、ヘイホー、オッケー。で、これは関係ない。あれ、重くて持ち上げられない、力が足りないようだ。何、パワーブレスレット持ってるのに。こっちは、あ、いけない。なんだと、いきなり大苦戦。あ、ハート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 、待って待って待って、ここさ、あ、壺なくなるのかよ。これは壊したら、あ、いっぱい出てきた。あ、開きました。こっち行ってみますか。あ、おお、またお前かい。ちょ、待って、あいつの倒し方がわからない。ちょっと後に回す。あ、これ行くとこ多いな。あ、ここ爆弾使えるか。爆弾。オッケー、てとてとてん。くら。あ、でも結局あの銅像があるのか。あ、なんだ。お、てとてとてととてん。地下もあるの。待って、これ相当時間かかるんじゃねえか。
嫌な予感がしてきたぞ。これ持てないよね。ちょっと行ってみる。うわー、なんかいるんですけど、あれなんですか、これガードしできない。急いで行こう。この不規則な動きやめて。おいおい、おちょっと そんなとこまで行くのかよ。よし、オッケー。あ、なんだよ、待って、それやめて。こっから爆弾投げればなんとかなったりする。あ、うまく隠れんなあいつら。このタイミングかな。爆発が遅いんだよな。いや、こんなに爆弾を使っていると後々きつくなると思うので、後に回したい。いい、これはわからないことが多いぞ。邪魔なんですよね。そこすごく邪魔なんですよね。ちょっと待ってよ、頭がこんがらがってきてるよ。あ、またか。こっから上行ってみるか。一旦フックショットに変えて。なんか変な音したな。特に何も起きない。あ、袋持ってないよ。ってことはこっちは今行けない。袋があるだけね。オッケー、覚えてられるかな。おい、でこれ壺を当てれば壊せるはずなんだよな。ちょっと他の道行ってみようか。右からだったらいけるとか。え、地獄だなこれ。走り抜けられる。オッケー。なに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 それ、なにそれ、なにそれ、なにそれ、ちょ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 、これかわすしかない。かわすしかないのかな。かわせばいいのかな。痛いな、なんか食らったんないかな。よいしょ、開いた。なんだこのダンジョン。今までとレベルが違うぞ。何、開けられないだと。ここも行けないよね。戻れる。ああ、戻れるのか。え、現状何ができる。やだ。青を押しとかなきゃいけないんだよね。青だよね。あ、あー、そうか、爆弾とかでいけるかな。違う。これでいけるんじゃない。あ、いけるわ。ハートないですか。爆弾でもいいですよ。あ、当たった。あれ、このスイッチは押したっけ。押したか。多分これで他のところがいけるようになるんだよな。こいつはもうどうしようもないので無視します。あー、もうこの普通の敵がなんか落ち着くわ。でこれで壊せる。試しに全部壊します。あ、爆弾。ハートはまあ今いいか。あ、宝箱。あ、くちばしゲット。あ、向こうにも宝箱があるね。こ、あー、でも一旦戻るか。で、ここだ。ヒントをください。地図に浮かぶ顔、地図に浮かぶ顔、両の目に壁は、壁割りて入るべし。何言ってんだ。地図に浮かぶ顔、
まあ、でもこれは地図をゲットすればわかるでしょう。両の目に、でも両方の目だよね。目に壁をぶつけろと。そうすれば入れる。ってことか。これ地図持ってないから現状わけがわかんないな。多分あれを使う頃にはもう忘れてると思うんだよね。で、ここか。あ、ハートハートハート、いいよ。で、こっちしかないよね。あ、たっかあ、ここ敵が、よし。オープン。あ、コンパスいいですよ。で、これを押しといた方がいいのかな。とりあえず爆弾ゲットで、こっちか。これこっから爆弾投げといた方がいいのかな。いや、関係ないかな。テトトテン、こいつは倒せない。待って、こいつは倒せないんですけど。あ、同時に攻撃でもないのか。そっち行っちゃうのかい。待てよ、これが両の目かな。ちょっと考えたいんだけど、考えさせてくれない。壁にぶつけろっつったけど、爆弾これ困ったら爆弾置いてんな。ってことか。例えば何か起きて。違う、スコップとかかな。違うよね。あ、痛い、ごめんなさい。なんで謝った。倒せるじゃねえか。あ、倒せてない。痛い痛い痛い、ちょっと待って。あ、違う、待って、ここめっちゃ難しいんだけど。痛い、このフレーム、フレームであってか分かんないけど、あ、倒せるな。2発か。あ、鍵ゲット。テトテトテトトテ。こいつは矢を2回当てるしか倒す方法がないのか。意外にしつこく攻撃したら倒せたのかな。試してみるか。痛い、もうあ、ダメ、矢だなこいつ。あ、ちょっと待って、下手くそ。あ、ちょっと待って、むずい。ちょっと待って、むずい。攻撃される前にやるしかねえ。あ、ちょっと、そこ当たんないんだね。OK。矢か。で、こうやって、あ、違う。爆弾か。掴めるな、ここ。で、矢に変えてこれダンジョンからスタートして正解だわ。動画時間どれくらいなのかわかんねえよ。あ、宝箱、テトテン。あ、テ地図です。どれどれくっそ広いもうあー、やりたくないめっちゃ広いじゃねえかよ。現状どうする？近い、もう急に出てこないでくれる？いるのは知ってるけどさ、いや、拾わねえのかよ。よし、あと一発。で、ここ開くのか。オープン。あ、ルピー、あ、ルピーか。おそらくこのダンジョンでさらに重たいものが持てるようになるんだと思うんだけどな。で、ここか。オープン。よしゃ、これ一撃倒せるな、ほんと便利だよ。爆弾ゲット。
これ結構アイテムを節約しないときつくなりそうだな。まあ使うしかないんですけど。よし、とてとてとて、なにこいつ、お、なに、お、なに、なに、なに、絶対投げようとしてる。なに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 、なんで投げようとするのそれ。俺も投げてやろうか。あ、持てる。あ、なるほど、ぶつけ合いか。いと、お前、お前、いと、あ、結構すげえ奪うじゃん。おい、何やってんだよ。おい、俺のターンだ。おいバカ野郎がずっと俺のターン。なんだあの敵、ちょっと面白かったけどさよいしょ、今どこにいるんだい。あ、ボスこの横なんだ。これどうやって行くんだろうね。まあいいや、とりあえずこっち行きましょう。何かありますか。あ、なんもない。あれ、戻ってきてる。なんだそれ。迷いの森みたいだね。何これ、ここに戻るしかないの。右は行けなかったと思うんだよな。はい、そうか、ぶっつけないとダメだもんな。いい、なんだここ。何すればいいんだとりあえずここら辺まで戻るか。あ、痛い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 、やめて。こいつは何なんですかね。待て、間に合う間に合う、オッケー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 。で、やか、危ねえ。こいつリンクを狙ってるというか、リンクがいる方向に向かって攻撃する。痛いよし、あ、これじゃない、なんか入るんじゃない、手に入るんじゃない。お、パワフルブレスレット、今度はゾウだって担げるぞ。きた、これだ。その前にこれが気になる。あ、妖精か、オッケー、一旦回復していきましょう。おお、すげえな、これ持ち上げられるって。あ、でここは、あ、はい、あ、なるほど、あ、ここに繋がんだ。あー、入り組んでんな。でもおかげでこれを持った状態なら OK、 いけますね。で、ここか、オープン、てってれてー、100ルピー、お前もだ。となると一気に行けるとこが増えるな。ここは通ったとしても、あ、これが投げれるから通れると。はい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 。つうことはだ、こっちもいけるね。ははは、造作もない。よいしょ、別に象にかけたわけじゃないからね。これを持てるのかい？あ、これ関係ねえんだな。うわ、ちょっと、おいおいおい、痛い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 。確率に倒していこう。痛いんだから。早めに打たないと、向こうも打ってくんのな。大変だな。で、下も気になるね。おお、ちょ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 、びっくりした。これはスイッチがないと不可能だね。あ、これ袋？
道を塞ぐクリスタルの床、上に乗りて先進むべし。あ、もうやってます、それは。もうやってます。てかそれやってなかったらここまで来れてなくね。あ、そうか、まだ爆弾が使えるから行けたってことか。あ、こっから降りれる、なるほど。まあ、クリスタルがないから関係ないんだけどね。一旦後回しか。ちょっと危ねえ。痛い、なんでこっち来んのか。そうか、壺がそこにあるからか。おい、おい、痛い。もう攻撃食らいすぎだよ。ドドドテ、ハートゲット。わかった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 。オープン、テロテテー、鍵ゲット。ここはフックショットだな。あっちの道はどっからつながってんだ。どこ、ここえ、どうつながってんのこれ。とりあえず戻りますか。うわ、また湧くのね。ちょ待って、無視します。ちょっと待てよ。ここのクリスタルを変えたとしてだ、ここがせり上がってきて通れなくなるわけだよね。そういうことは変えたところでいけないよね。上に乗り、あ、なるほど、こういうことか。はいはいはい、地獄じゃないここ。いけんのかい。あ、そっちにも来るの。いた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 。え、今の道ダメージ食らうしかなくない？なんであの道？なんでこれ？秘密の薬？あ！あ、でももう塗ってるからここは戻しておこう。なんだよ！なんだよ！来る意味ないじゃん、この道！なんだよ、ここ！ダメージ食らっただけじゃねえか！なんだよ！となると次行けてないのどこだ？ここかな。やめて。これ持った状態ではいけないよな。あ、待てよ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 。ここじゃない、ここじゃない。これ行っちゃうと戻るんだっけか。いや違う、これが気になってたんだよ。あ、ほーらね、テトテトテトトテン。こっちは何もないと。で、こっから行けるんだ。おじゃあ、びっくりした。待って、それやばい、痛い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 。待って、地獄。そこは無理だよね、無理だよね。戻るしかないよね。よいしょ、こうだ。うわ、ほっほっ、よいしょよいしょよいしょ、 OK。 ヘトドテン、またかよ。おい、しかも穴開くのかい。待ってください、待ってください、待ってください、待ってください。はい、よし、そこ、テトテトテトトテン。ちょっと安全に取りたいな。フックショット、あ、取れないんだ。なんだ、マジで地獄。結局飛ぶしかねえか。よいしょ、んで、こっちで、オープン。まあフックショットでいいか。待って、嫌にしとこう。そこやばくない？危ない。ここは当たんない、ここは当たらない、ここ無敵、ここ無敵。よし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 、よいしょい。でこうだ。
構嫌な予感すんだよな。これチェスの駒か。ちょっとすごい弾むじゃん。めっちゃ遠く投げちゃうんだ。これ多分うまく乗せるってことだと思うんだが、乗らねえでやバウンドバウンドの仕方おかしくない？なんだよこれよ。こうか？そっち行く？これさ、ゆっくり置けないのかな。なんで投げちゃうんだろう。あ、乗ったわ。あ、関係ねえんだ。待って、考えろ考えろ、思考を止めるな。いろいろ試そう、いろいろ試そう。思い込みは良くないぞ。この状態だと投げるしかでき、え、立った。じゃあどっかから投げるとやっぱ立つんだな。立った。ここから投げれば綺麗に立ったってこと？あ、でもたまたまそっから投げてなかっただけか。ちょっと待って、ここだけで30分なかったってんだけどバカ野郎だなもう。いやマジで30分が経ってんだけどちょっと全然チェスの知識関係ねえじゃねえか。駆け抜けられるかな。あ、タンの回そこ反応しちゃう。そこ反応するとやばいね。こうだね。出たー、あのウサギどもよ。ぴょこぴょこしてやがんな。あれ？こいつらさ、耳が発達してるってことはワンチャンオカリナが聞いたりとかしないの？あ、違いました関係ないですね。あ、倒せる。で、多分物もぶつけても倒せんだよな。いた、なんで。いっちゃいっちゃいっちゃ。お前。よし。てか、ヤーセ節約するべきだったか。あ、で、ここに来るんだ。下行くと。わー、懐かしいね。爆弾だ。おい、押すのかよ。あー、うまく食ってくれね。ここ行くよね。あー、違うわ。どうか、別に無理に投げる必要ないよ。近くに置けば勝手に食うわ。こっち来るでしょ。そっち行くのかい。こいつらの動きがよくわからん。さあ食え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 、バカどもがよ。さあ食え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 。こっち行くのかい。食え。なにその武器。食え。で、どっち来る？そっちか。トゥルルン、トゥルルン、トゥルトゥ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 ルン。で、方向変えるんでしょ？変えないのかよ。よし。ふぅ。ちょっと回復しましょう。消えちゃったよ。あ、で、こっちに行けば、ここに来れると。で、フクションでオープンだ。このダンジョン初見プレイきつない。はい、テトトテン。あ、袋。
めっちゃあんなこの壺全部壊していい？なんか手に入るかもしんないから。何もない、嘘でしょ。壊し損じゃねえか。あれ？あれ？開かない。ヒント教えてくれ。壺に囲まれし宝箱、衝撃を与え開けるべし。あーはははは、全部壊しちゃいました。ちょっと待ってください。戻れなくない？あ、しまった。これまた下行かなきゃダメ。どっから来たっけな？どうやって来たっけな？そこまでも。あれ、どう来たっけな？あ、ここだ。ここ通ったんだな。あ、じゃあまたここまで行くのかよ。マジかよ。はい、戻ってきました。もうここに来るだけでめっちゃ時間かかるんですけど、力のかけら。まんだけ壺があったってことは、まあそういうことだったんだね。衝撃を与えろと。これこっからぶつけられる。あ、いった。 OK。 何これ。あ、ボスの鍵か。よし、これは変えとく必要があるのかな。ちょっと一旦殴っときますけど。待って、これまた、またあそこに戻るために、戻らなきゃいけない？マジか、ちょっと待って。そんなことあるかい？あ、これ、マジだな。マジであそこまでまた戻らせるんだ。嘘だろ？普通あそこって、そこって言ったらさ、戻れるようにするべきじゃないんですか。でもまあとりあえずこれでボスのところまでは行けるようになったわけだ。まあ細かく見てきますかね。こっから下だな。っていうことはここは宝箱が取れるだけ。あ、ここも取ってないな。ちょっと待てよ、意外に取れてない。この上は？たまたしても地獄だな、おい。飛び越えられるんだ、これ。知らんかったよ。あ、ハート。で、こっち。うわ、またチェスがある。ちょっと待ってください。あ、でも。まずこれ開けよう。おおほほ、300ルピーめっちゃ嬉しい。パパパパんでー。これまたどっからか投げりゃ勝手に立つんだろう。ちょっと待ってくださいね。もう投げてるだけで時間が過ぎていく。この辺左に行くな。ってことはこの辺か。あ、こうですね。で、出られると。オッケー、もうここに用はないかな。ということは、こっちはもう用事がないよな。ここ気になるな。どうやって行くんだ？あー、ここか。あ、関係ないだと。向こうに行きたいんです。あー、で、これか。そうかそうか、あの時はそうだ、これを持ってなかったから通れなかったってことですよね。ほい、で、こうだ。また。もうこれ好きだね。お、お金か。まあ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 、あっても困ることじゃない。あー、ちょっとまた投げますね。上行くのかよ。コツつかみ始めたな。おお、一撃です。一撃っておかしいけど、なんでこういうの上手くなっちゃうかな。こういうとこじゃないんだよな、上手くなるべきところはさ。どこ、ここ、これ何。お、秘密の貝殻。え、これどこだよ、これ。どこ、これ。あ、ここなんか書いてたな。急流滑り。はー、
こっち側から行けるとこなんだ。気になってはいたところなんだけど、はあ、なるほどね。オッケー、じゃあもうこれでやることなくなったんで、ちょっともう一回ここに戻ります。んで、んでここだ、ここです、ここです。あー待って、今そこすっこむやつかよ。ちょっと待って、矢でいけるんじゃないのか。なーに、なんだと。なるほど、敵を全部倒せば、勝手に倒してくれれば開くね。やめて、あはははは、こっち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 、オッケー。あはは、疲れる。俺さ、毎回一動画一回落ちてない？気のせいかな。あ、お前か。いうことは、浮いた！何それ、何ピューンって、なんだこれ。あ、ちょいちょいちょい、あ、いけるのか、あ、いけるのか、ここで。この先がボスだね。お待たせしました、もうヘトヘトです。何が効くのかな、わかんないな。とりあえずこれでいいかな。いますか、このまま開けていいよね。オープン、行きましょう。さあ、なんだ、おい、怖っ。ヒント、オイラバツバツバツが苦手なんすよ。爆弾じゃない、ヒェヒェ、おまず口が滑っちゃいましたよ、ヒェ。バッドフェイス、あ、そうか。あれ、いや、爆弾の攻撃入ったな。じゃあ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これでいけるんじゃないの？ダメージ覚悟でもこんなん投げとけばいいんじゃない？あ、食らいますね。食らいますね。ここ置いときゃいいわ。あ、食らいますね。食らいましたね。ワン。おぉ。イエス。おぉ、イエス。何そんな開け方、何そんな開け方。いた、あ、その間にか。よしよし、あ、爆弾弱いね、君。分かっちゃったよ、君の弱点もう分かっちゃったよ。もう収録時間2時間超えてんだ。終わってくれ。よし、あひー、またまた口が滑っちゃいまそうでやんす。滑っちまいそうでやんすか。彼の魚が起きちまったらみんな消えちまうんでげすよ。自分のものはみんなほんと、いいキャラしてんな。でももう死んでくれ。疲れたんだ。もう収録が疲れたんだ。ハートの器、これで14個目ですか？かけらは1個ですね。ふぅ、もう楽器取って終わろうか。あー、マジで疲れた。これ何ですか？サンゴのトライアングルだ。あー疲れたー。毎回疲れるんだけども、今回は一番疲れたよ。山の上でお前を呼んでる。山の上？お、袋かい？ちょっとこのダンジョン何なのさ、一体何なのさ。魔物たちは風の魚の目覚めを恐れておる。まあ、消えちゃうからね。魔物の力は現実じゃ。いずれ島中を支配し邪魔なものを消すじゃろう。それも時間の問題じゃ。山の塔へ向かいなさい。島のごとく羽ばたいてな。ほほほほ。あー、タルタルコーチのところかな。
どこだ？どこだ？前ここら辺は来たんだよね。左は行ってないんだよな。あ、ここもワープできる。あ、ここも気になるな。あ、なんかあんじゃん、これ。どっちかだな。まあ、いいや。本当に収録時間がめっちゃ伸びてるんで、今回ここで終わりにしよう。で、まあ、また動画外で、爆弾とかね、アイテムは揃えておいて、あとはウルリラ爺さんにヒントをもらって、どこら辺なのか見当をつけておこうかな。ああ、でもそうだよ。俺、ここも気になるんだよな。あと言ってないのここだけか。じゃあそうだな。次回、まずはここを探索しましょう。で、その後に、多分ね、この左上か右上かどっちかだと思うんだ。まあ、そこら辺を探索して、おそらくダンジョンの入り口を見つけるところまで行けたらいいかな。ちょっと次回はまったり探索会になるかもしれませんが、まあ、何かいろんな発見があるといいかな。というわけで、終わりたい。もう終わりたい。というわけで今回ここまで、次回もぜひ見に来てください。ご視聴ありがとうございました。もう疲れた。